んばんは、前髪ハゲ散らかした元男の子の青木香音です。やばくないということで、今日はですね、性別を変えた系の話をしていくんですけども、今回はお悩み相談ですね。私と同じように性別を男から女に変えたいって思っている今大学2年生の方からの相談メールです。じゃあ早速読んでいきます。性転換後の感度について聞きたいです。おー、いきなり来た。今、大学2年の元男の子です。彼氏もいます。でもまだおちんちんがついています。卒業後にお金が貯まったら、近い将来、角野さんのように性転換手術をして、普通の女性になりたいです。でも悩みがあって、私は性行為依存症で、今の彼氏も見た目女で、体が男の私を受け入れてくれてますが、めっちゃいい方じゃないですか。本当の男と女がする営みをしたいです。でも、感度がなくなるとかが考えられなくて不安です。手術を無事に性行為がもしできたとしても、感度が悪くなるのがすごく不安です。香音さんアドバイスください。とのことなんですけども。まずですね、感度のことについてちょっと話す前に、一応ですね、私の過去動画を見てくださったら、感度のことについてちょこちょこ話してるんですけども、すべての視聴者さんが私の過去動画見てくださっているとは限らないじゃないですか。なので、簡単に、その性転換手術、そのおちんちんを取って女のその女性器に変えるみたいのを、すごく簡単に説明してから感度についての本題に入りますんで、今から少し話しますね。まずですね、私みたいなその普通の男性が女になるためには、まずおちんちんを切ったところに穴をブシュッって開けるんですよ。ちょっとそれやりすぎかな。いきなりふざけちゃったのやばいな。で、その穴を開けたところに、私の場合はですよ、まあ、女性ってさ、体に空洞っておかしいか。穴があるじゃないですか、女性器の穴って。なんかその穴を作るためには、管が必要なわけですよ。で、その管をね、私はね、腸のところの一部分を切り取った腸の一部を、おちんちんを取った部分のところに、その腸を埋め込むんですね。で、その埋め込んだところを女性器の穴として私は使ってるわけなんですよ。まあそういった感じでですね、人工的に女性器を作りました。その肝心な感度なんですけども、結論からもう言っちゃいますが、感度はないと思ってください。では動画を終わります。ちょっと待てー。本当に感度はなくなるんですよ。ただ、やめな、前髪ハゲすぎんだろ、これ。感度はなくなるけども、でもそれって私の場合はなんですよ。っていうのは、私の知人の元男の子 YouTuber さんは、すごい感度があるみたいな。感度変わらないって言ってるんですね。それって多分、本当に個人差で、私の場合はですよ。私は男性時代の頃の方が多分、数十倍感度があるような気がしますね。っていうのも、男性って多分、感度を継続的に加えたら、ま、射精っていう形で性的快感を得るじゃないですか。でもそれって私みたいな手術をした人ってないと思うんですよね。でも私の周りの元男の子 YouTuber の方は、いや、そんなことはない。いや、おかしくないですか？私はないんですよ。っていうのも、性転換で男性器を私は切ったわけじゃないですか。で、その切った後に神経をある程度は再利用してるんですよ。で、それを体の中に埋め込んでるんで、多少は神経を伝わって、まあ、感度的な性的快感みたいのは得れるようにはなってるけど、なんかだいぶ鈍いなって思ってるんですよね。あとは、まあ私は女性ホルモン剤を定期的にやってるってこともあって、男性時代にはこういうイケメンな人と一緒になんか営みしたいなとか、そういうのはあったんですよ。やっぱり男性ホルモンって多分性欲をかき立てる作用が、まあ、比較的強いなと思ってるんで、でも女性ホルモン剤私は投与してるし、あとは去勢手術っていうのもしてるわけなんで、去勢ってさ、よくオス犬とかオス猫とかにあるじゃないですか。去勢っていうのは要はお金玉を取るってことじゃないですか。で、お金玉取られたさ、動物ってめっちゃおとなしくなるって言いません？それと同じで、私も今から多分6年前ぐらいに去勢したんですけども、もう一気にその性欲っていう部分がガクンと落ちたんですね。で、女性ホルモン剤も同時進行で投与するじゃないですか。やっぱり女っぽくなるために。そのダブルパンチで性欲がもうほぼほぼ皆無になってしまうんですよ。っていうこともあって、もし私が男性時代の頃に持っていた性欲のままで性転換手術をして、今こうやって感度はちょっと微妙ですみたいな感じだったら多分めっちゃ苦痛なんですよ。その性行為依存症の人が私みたいな感じに感度が皆無になったら、多分どこでその性的快楽を得られるのかって言ったら、どこにもないっていうか、っていうところで、私の周りの元男の子さん、人工的に作った女性器で性的快楽を得れない元男の子さんは、お尻を使うんですよね。わかります？で、私はだいぶこの辺はアナログな人間なんで、お尻を使うことにちょっと抵抗感があるんですよね。だって、お尻みたいな。でもね、意外と人には言わないけども、普通の男性と女性のカップルでもお尻を使ったりする人もやっぱいるんですよ。だから、私みたいに、あ、お尻とかわかんないとかなんかもうそんなこと言ってたら、時代に置いていかれると思うんですけども。っていうこともあって、本当に私がよく話す元男の子さんたちは、お尻と作った女性器どっちで営みをしたいかって聞かれた時に、やっぱり気持ち的にはまあ女性として扱われたいから、人工の女性器を使って営みしたいけども、やっぱり感動欲しい時はお尻だね、みたいな、っていうことです。だから、諦めざるを得ないと思います。もし本当に下半身を女性にしたいのであれば、その辺は諦めざるを得ないかと思います。だって射精とかがないんだもん。なんかもう、わ、なんか、あ、難しいな、これ。ちょっと髪型が。あ、髪型じゃなくて内容難しいな。でね、実は性転換手術をして下半身が女性になれた元男の子さんと、手術をまだしてない元男の子さん、どっちが自殺率高いかって言われると、下半身を女性にした元男の子さんの方が自殺率が高いんですよ。性転換手術した後に自殺率高いってやばくない？だから多分だけど、手術する前は結構いろんな希望に満ち溢れてたと思うのね。体が女になって、私は男の人と営みするんだとか、なんかもう本当女性としてのバラ色の人生が待ってるみたいな感じで、結構みんなそう思いがちなんですけども、実際は思ってたの違うみたいなことが多いんで、だから現実を知って悲観的になって自殺しちゃう元男の子さんも多い。っていう。確か2年前の動画でも私感度について話したんですけども、その時は感度のその感じ方的なことを話したんですね。男性時代の時はなんかこう上がって、それで、その射精を迎えて、ヒューンと落ちるじゃないですか。それが性転換した後のその人工女性器だと、なんかもう、これがないみたいな。ずーっとこうなだらかで、なんか、はい、みたいな。だから、今までいろんな元男の子さんに関わってきたんですけども、一人だけですよ。男性の時とあんまり変わらず、ほぼ変わらずに性的快感を私は得れてる。それ本当なのっていう感じで、私はちょっと疑心暗鬼で聞いてたんですけども、まあ10人中多分8人ぐらいは、みたいな、はい、終わりっていう。お尻だったら、ちょっとお尻私わかんないんですけども、もう本当にいいよいいよみたいな。もうお尻はもう依存症の私にはもうバチコイだからっていう。今回の質問者さんに私が言えるのは、今、彼氏さんがいて、見た目女だけど体が男なんですよね。で、体の男の私を受け入れてくれてるってことで、あと営みをよくしてるってことですよね。でもこの方女になりたいけど感度ってことは、うわ、めっちゃ難しいこれ。やばすぎ。難しすぎるな。私、安易なこと言えないんですよ。っていうのも、営み依存症っていうか、まあそういう方が私の周りにもいて、性転換して全然、まあ感度得られないからっていうので、めっちゃ病んじゃった人もいるから、そう簡単に進められないんですけども、中にはもう性転換せずに、たまたまだけ取って、サウダケ屋さん状態で生きてる元男の子さんもいるんですよ。でもサウダケでもいいんじゃないかなっても思っちゃいました。確かにその女性と同じように、下半身の見た目はなれないけども、でも一応サウだけ屋さんの時の方が多分絶対感度はいいと思います。だってついてるから。これどうやって結論出したらいけばいいんだろう。でも女になりたいんだもんな。女になりたいけど性行為依存症ってことは、まあ依存症ってことはちょっとネガティブに聞こえちゃうかもしれないですけども、性行為が生きがいっていう感じに捉えると、やっぱり生きがいをなくしてしまうと人ってその生きるモチベーションみたいなのもなくなるじゃないですか、やっぱり。となると私の周りの元男の子さんとかで、営み大好きっていう方は、玉だけ取って、て、お尻で営みしてる人が多いかな。まあ、女のその、下半身の見た目は慣れないけど、でも、いいとこ取りのような気もする。ただ、私的にその懸念点が、その戸籍を変えられないんで、やっぱり、その、竿を取んないと。やばいかもしんない。私の動画史上、初めて質問相談メールに答えを出せないっていう事件。やっぱり、こういったその体のことって、めっちゃ重要だと思うんですよ。私はどこを取ったかというと、やっぱり女の見た目になりたいっていうところがもう一番だったんで、もう感度とかも正直どうでもよかったんですよ。だから、何も躊躇なく手術できたんですけども、多分感度とか優先してる人とか、その営みで、そこを楽しみに生きてる人だと、めっちゃバランス取り難しい。うん。だって、性転換手術して、せっかく女の体になれたのに、営みでお尻ばっか使ってる人が多いっていうのはもうそれが答えじゃないですか。感度あんまりないんだなっていう。それは私もわかるから、自然な流れだよねって思っちゃうんで。なので私は今回答えを出すとしたら、まずはいっぱいいろんな情報を調べて、多分私だけの答えが全てではないと思うから、いっぱいいろんな情報を調べて病院の先生に聞いて、その感度とか大丈夫なんですかと。まあ、そっから営みのことをこれからも、だって人生あと何十年もあるわけじゃないですか。多分大学生だったら今20代だし、80、90生きるとしたら6、70年あるわけなんで、その先のことを考えるとなると、営み重視なのか、それとも見た目重視なのかっていうのを慎重に選んでください。まあ私の一個人的な感情を伝えるのであれば、私だったらやっぱりもう女として体も全て変えたいんで手術しちゃいます。もうそれはもう仕方ないと思います。男として生まれたからには、その 100% の女には絶対になれないって思って、割り切んないと自分の体に絶望したまま生きることになると思うんで、もう私は、もう男として生まれちゃったからもう仕方ないよね、みたいな、もう 100% の女になれないから、まあ、60% 女になれればいいかな、みたいな。どっちかというとちょっとそういう楽観的な考え方がどっちかできるタイプなんで、100% 女にならなきゃっていう感じになったら多分私も、うわーってめっちゃ悩むと思うんですけども、私どうせ女になれないし、みたいな感じで思って生きてるんで、うん。ちょっとね、感度のことを言われたのになんかもう気持ち的な話になっちゃってごめんなさいね。なんで本当に性転換手術をあんまり過信しない方がいいっていうのが私の答えでした。たくさんいろんな情報を見て自分に合った選択をしてください。という感じで今回の動画はですね、前髪ハゲ散らかした青木香音が視聴者さんの相談に乗るっていう動画でした。少しでも楽しんでいただけた方は、楽しめないか、この動画。楽しめないわ。少しでも、こんなことあったんだなって思ってくださった方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価、お願いします。あと最近インスタグラムもやってますので、そちらも画面の下からフォローをお願いします。前髪が気になって仕方ないっていう感じで、この辺動画終わります。また次の動画でお会いしましょう。常識払って今飛び出す